で、多分だけど明日イベントの一環でみんなでマルキ先生のパルスに潜ると思うんだよね。うん。だけどそこで攻略するとかじゃなくて、そこでまたマルキと対面して、対面したところを元かすみ現すみれが助けに来て、とりあえず一旦どうにかなって改めてパーティー加入って流れになるんじゃないか。これは単純にこのままねパレス入ってマルキ倒しちゃったら、もうかすみ、ああもうまだ間違えちゃう、すみれちゃんが仲間になるタイミングがなくなってしまうし、何よりせっかくね2月3月時間があるのに、すみれちゃんの絆がね6、あの5から10に上げられなくなっちゃうんで、まあ、多分今回の流れとしてはマルキ先生のパレスに行く、すみれちゃんが正式仲間になる絆上げって感じだと思います。で、中日木曜日になりましたと。あれ、ああまあ普通に学校は行くんだな。今日パレスに行くんだろう。ああ、これあれだね、グループラインだね。そうね、まあもちろん焦らなくていいと思うけど、何か成し遂げたいんだったらさせていかないとな。賛成だ、それでいいかリーダー、行こう。よっしゃ、お宝確保だぜ。それだったら学校の隠れ家で落ち合おう。よーし、明智が仕切ってんな。うん、吉沢にも言っとくか。あ、いや、まだほっといた方がいいんじゃないか。あー、まあまあそうだよな、今はまだ早いよな。そう、前あれ、あー、オッケーオッケー、一瞬動かせるモードに入ったから、うん、あれ学校の隠れ家に行くとか言ってた割にはルブラン来るんだな。まあ別にいいけど、改めてだけどみんなの冬服いいんだよな。ちょっとね、洗脳されてた時とさ若干格好が違うんだけど、それはそれとして今までになかった服装だからいいんだよね。誠ちゃんとかなんか黒のインナーに黒いジャケット、なんか普段のペルソナスタイル思わせる感じのシックな感じでさ、明智とかもこの黄色いコート似合ってるし、双葉のこの緑のセーターに黒い帽子可愛いんだよな。で、ゆうすけがみんな揃ったようだな、では始めよう。2月3日がマルキ先生との約束の日だよな。その前にお宝確保しとかないとな。お宝ルートを確保しとかないとな。あの日付が過ぎたら終わりだ。そうだよな。2月2日、厳密には2月2日までにルートを確保するべきだね。まあそういう見方もあるな。てか覚えてたのかよ。まあね、もちろん早いに越したことはないけど、ここ忘れないようにね。なんせ何が起こるかわからない。ああ、マルキ先生は言っちまえば神の力を手にしてるんだ。きっと楽ねえかね。結局なんだろう、これ油断せずに行こうっていうのがさ、なんか大体の翻訳になっちゃうんだよね。もともとのセリフはもっと違うのかな。じゃあ行こうか。はい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 。でも強制的にパレス行く流れだね。あ、あれはスミレちゃん、今ちょうど入ったんだけど。お疲れ様です。意外となんだ、すんなり助けになってくれるのか、スミレちゃん。なんでここにいるんだ、どうかしたのか。マルキ先生と戦うんですよね。うん、一応ね、前スミレちゃん一人でルブラン来てインナーに助言を請うたんだよね。私どうしたらいいですかねって。でもこんなあっさり、いや私はスミレになるんですっていう感じで戦ってくれるかな。私も連れて行ってください。ああ、でも連れて行ってくださいって言うんだね。けどお前その格好じゃ。あれ、あ、そうだね、パレス入ってんのに普通の格好だ。お願いします、もう逃げませんから。ああ、髪結んだ。先輩たちに頼ってばかりじゃいられない。髪結んで、まあ、一応カスミスタイルになってるけど、ちゃんとでも着替えたな、ペルソナに。私もおお、スミレとして前に進みたいんです。スミレとして前に進みたいと、本当にそれでいいんだな。やるじゃねえか、やるじゃねえか。あ、普通のセリフでやるじゃねえかが聞けるのか。問題ないみてえだな。やった、チームが揃ったな、やろうぜ。いや、これはちょっとチームが揃ったら出ていこう。ありがとうございます。え、これで正式に仲間に。あとはコードネーム。コードネーム、そっか、知らないのか。
インナー単体とは行動したことあるけど、そうだな。本名で呼び合ってちゃ閉まらねえだろ。なるほど。ジョーカー、何かいい案あるか。俺に案聞かれてもな、どうせ断るんでしょう。レオタード、バイオレット食欲、食欲って。バイオレットとかちょっとかっこよさそうだけどな。スミレって確かあれだよね、紫の花だよね。バイオレットって似合ってると思うんだよ。レオタードなんかちょっと直球すぎてなんかちょっと嫌だけど、食欲ちょっと食欲でいこうそれはさすがに。それはさすがに、アルちゃんがちょっとダメだって言ってる。先輩、さすがに私もお腹が満たされてる時ぐらいあります。そこじゃねえんだよな。あ、満たされてる時はたまにあるって。いや、そういう問題じゃなくて。あ、リュウジと同じツッコミしたわ。じゃあバイオレットは？おう、英語でスミレって意味。あ、てかそうなのか。あ、バイオレット、そう、バイオレットってあれなんだよね。色の名前だし、花の名前でもあるんだけど、あ、直訳でスミレなんだね。あ、普通に知らんかったわ。バイオレット。まあまあ、いや、スミレちゃん一応あれなんや。バイオレット俺もいい名前だなって思ったんだよ。では、それでお願いします。そんな空腹とかそんなダサい名前つけるわけないじゃん。勘弁してよ。下唇を噛んで言うわだな。わ、ああ。これさ、日本人特有の V が言えないセリフが今双葉が言ってたんだけど、英語だとさ V の発音なんて当たり前のようにできるからさ、暴力のバイオレントじゃなくてバイオレットだぞって。しょうもないギャグ、お任せします。しょうもないギャグかましてたけど。バカ軍団かよ。ああ、明智が中二病発動してる。バカ軍団かよっつって。そろそろいい。あ、てか先に行った方がいい。そういえば明智のコードネームは決めないのかい。まあでもあれか、一応怪盗団ってわけじゃないもんね。あくまで協力関係ってだけだから。ああ、でもあれか、一旦協力してる時もクローって名前だったもんな。そういえば別に今のロキ状態もまあ鳥に見えなくもないし。わかってるって。じゃあ行こうぜ、バイオレット。バイオレット。はい。流された。特に誰も何も言わなかったわ。これからどうするんですか。まずお宝ルート確保だ。どこにあるのか分かんなかったら盗めないからな。でもマップの大抵のところは確認済みだしな。きっともっと深くに潜らないといけないな。ちょっと待ってくれよ。むむ、ここに鍵がかかってる。ああ、あったな、鍵のかかってるドア。ここだな、調べるとしたら。ただ妙なシャドウの反応もあるから気をつけよう。オードトリオム、うん、体育館の前だ。行こう。ああ、一応申し訳程度に学校は模してるんだね。あれ今かすみちゃんが、あー違う違う、もう何度も間違えちゃう。すみれちゃんがぬるっとパーティーに入ってたんだけど、明智追い出されてやんの。いやー、でもこれはちょっとね、ちょっとリュウジすまねえ。ちょっとさすがにスミレと明智で行きたいわ、このパレスは。いくらなんでも。ちょっとレベル低めだから、ちょっと。あー、まあでもそっか、三島コープマックスにしてるから、一旦裏に置いといて、経験値増加アイテムつけとけば、みんなに追いつくかな。そういう手もあるよね。いやー、でもちょっとさすがに明智とスミレ使っときたいな。多少レベル低くてもいいから。うん。で、誠ちゃんはもう安定の固定と。オッケー。あとなんかもう普通にこれもう、お宝カッコルート入っちゃったな。イベントあって一旦退却して、みたいな流れかなと思ったんだけど、普通にこれ攻略できる感じなのね。で、今回はお宝確保ってことで、マルキ先生と直接的な戦闘はないと思われる。で、あらば、もう、格好は変えるしかないっしょ。で、まぁ、ちょっとジャージでもいいかなって思ったんだけど、これ、明智がフェザーマンでき、お、できますね。これはもうフェザーマンにするしかないでしょう。じゃあもう、あの超かっこ、あーとか、そっか、スミレバージョンも見たことないからな。明智スミレ。よし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 。じゃあみんなフェザーマンでいきましょう。おー、なっとるなっとるなっとる。はいはい。んー、明智はなんだこれ。この紫の方が多分誠ちゃんだったと思うんだけど、立ち方的に。あ、てか、立ち方変わるんだな。え、明智ってこんな立ち方だっけ。なんかいつもとインナーみたいにさ、前傾姿勢取ってるみたいなのが通常かなって思ってたんだけど、スミレちゃんでも白なんだな。そっ
それこそ名前の通り紫バイオレットでいいと思うんだけど、まだ誠ちゃんがこれ紫っぽいから、で明智がなんか絶妙にダサいグレーなんだよね。なんとも言えない色なんだけど、うん、よし、一旦これでいこう。で、ちょっと、まあ、これ裏でやっとけよって話なんだけど、ペルソナ合成も少ししてこっかな。ちょっとね、サンダーバールとかが、もう完全にお荷物になってるから、あー、慣れねえな、この声も、イコール。あー、てかあれだ。そっか、マルキの支配というか、その辺が少し緩んで、牢屋のドアがまた開いてるようになった。お待ちしていました。あ、ここ新章風景だから、囚われていると思ったら閉まるし、囚われてないと思ったら開くのか。さよ。あ、だから普通に翻訳する場所だったのね。ベルベットルームはあなたの新章風景です。あなたの反逆に意思に応じて、この空間の形も変わっていきます。でイゴールがその通り、あなた様、あなた様でいいのかな、あなたでいいのかな、なるほど、あなたの、格好の変化も、格好の変化、ああ、でもそっか、普通にジョーカーになってるから、あなたの格好の変化も、あなたが今まで蓄えてきた反逆心の表れでしょう。その気合であれば、あなたに新しい可能性があるように見えます。ほう、可能性ならば。おお、新しいペルソナを合成することが可能になったはずです。迫り来る破滅に備えるために、ちゃんと有用活動してください。結構。あなた様の、と旅路の、僭越ながら上陸をさせていただきます。では、イゴールがすごく礼儀正しくなってるんだよな。ああ、でも、なるほど。ムービーではジョーカーだけど、別に格好はそのまま反映されるんだな。そうだな、大僧正もな、結構お気に入りで使ってたんだけど、もはや寒さだって、あー、まあでも雑魚戦とかで使えるかな。うん、だからちょっと大僧正と、あとサンダーバードあたりかな、もうマジでいらないのは。スカディを混ぜるとビャッキーになると、あー、これあれだ。マルキ先生が無限に生成してた、あいつだ。ファフニール。へぇ、強そう。ただまだ、あなたではまだ扱いきれないかと、ちょっとなんか言い方がカロリーネとか、ユスティーヌより優しい。あ、ラファエルいけんじゃん。ラファエル強い。チャージ、あ、デカじゃ持ってんのか、デカじゃ欲しいな。でも、ヤマタのオルチせんでな。この、アドバンスフュージョンがでもほとんど使えないんだよね。攻略使ってないからさ。なんかこの材料となるペルソナがそこら辺に落ちてるのもない限り解放されないからさ、アドバンスフュージョンも基本的に諦めるスタイルで引くかも。とヤマタナオロチ打ってラーファイルにしてみようかな。あ、これ強えな、極大ダメージでクリティカル率高めって、でそれをチャージ初心に使えるってのはなかなかだぞ。デカちゃんもしっかり使えるし、ヒートライザーもちろん。いや、これちょっと強いな。さすがに強い。で、別に特に、ベルベットルーム荒ぶってるわけでもないから。あ、そっか。そういえばだけど、荒ぶってる状態だとさ、いつも双子がね、可愛いストレッチしてたけど、どうなるんだろう。で、ヒートライザー手に入りました。あ、グロウス。あ、よかったよかった。これで 100% 手に入るんだ。あー、でもそっか。1個捨てないといけないのか。で、すげえな。いろいろ手に入っちゃうな。アームズマスター。あー、これ強いな。HP 使う系のスキルが半額になるんだ。だソードダンスとか125かかるけど、アームズマスター持ってると半分になるから、60いくつとかになるわけだ。ああ、オッケーオッケー。じゃあ結構ここに来て、クリティカル、および物理が強いやつが手に入ったね。となると、マラがそんなにいらなくなっちゃったな。マラもね、チャージとメガトンレイドっていう。まあ一応炎とか、氷とか、持ってるけど、サナトス。これあれじゃん。ギリシャ神話の死の神だ。本当にこれが必要なのですね。です。
マイガオンとマムドーン。まあ、あ、ハデスの門って。へぇ、重い万能属性。で、中確率の即死系か。へぇ、強いスキルだね。我はサナトス。我は、そなたより生まれし者。そなたと、地上を歩く者。地上は歩かないんだけどね。パレスだから。あー、サンダーバードちょっとアイテムになってもらおうかな。エレキブーストいらねー。大僧侶ワンチャンまだ使い道あるからいっか。サムサラ別に行くときは強いでしょ。サンダーバードはマジでいらん。もう、だいぶ世話になってきたけど。大したアイテムは手に入んないけど。せっかく新しいペナソラとか入るってタイミングで邪魔になったら鬱陶しいし。よし、だいぶ減らしたぞ。8体に戻った。だから4体分の空きができたね。戻ります。ペルソナ合成はなんか楽しくもあり悩むところでもあるから結構いつも時間かけちゃうよね。よし、じゃあもうセーブもしたし、いっか。まだか。鍵のかかったドアは。ああ、でも、ムービー入った。よし、あともうちょいだな。バイオレット大丈夫？はい。はい。ごめんなさい。でもなんかちょっと少し調子がおかしくて。あれ？あれ？格好が元に戻っちゃった。本当に大丈夫か？まだ安定しないようだな。ああ、戻った。今少し油断してしまいましたが大丈夫です。ご心配かけてすみません。それは大丈夫だけど、足引っ張るんじゃないよ。明智が先輩ざらしてる。まあ一応あれだもんな。ペルソナ使いで言ったら一番の先駆者だもんね、この中だと。身の丈に余る頑張りをしていると、他のみんなも危険にさらされるからね。警戒度やばめ。あ、エネミーだって。敵が接近中、早い。何かわからないか、早く動いた方がいいぞ。じゃあ戻るとするか。やばくなりそうだったらすぐに退却する。それまでは全力尽くそう。俺ただでさえハードやってるからな。ペザーマンに戻った。おー、幸せに。めっちゃなんか使ってる。あー、なんだ、上からなんか降ってきた。あ、触手モンスター。あれ、あれ出ない。ペルソナがまだ迷いがあるということか。今、スミレちゃんが囲まれてんだけど。お気持ちだけ。あ、いただきます。自分で戦うって決めたんです。自分でやらなきゃいけないと。助けられてばかりじゃいられません。逃げて逃げて。あなたにすがって。でも本当はずっと分かってた。上辺だけ霞になってもダメだって。あ、あれ？また仮面をはぐというのか？弱いスミレでいるの。もうおしまい。バイオレット。え、これまたなんか変わったりする？だけは最初から偽物じゃなかった。来て、サンドリオン。サンドリオン。出てこないのなら、誰がスミレと一緒に行くんです？なんて幸運な人。これはあれか、ペルソナ覚醒か。でも今のあなたなら、お似合いかも。成功という名のガラスの靴。ガラスの靴。あ、本当の霞だ。あ、なんか言ってる。聞こえないけど。あなたと、あなたの中にある彼女が。あなたの中にある人。我は何時、何時は我。舞踏会の準備はできていた。あー、でもちょっとデザイン変わったな。格好は変わってないんだけど。あ、これあれだ、さっき見た骸骨のペルソナだ。めちゃくちゃかっこいい覚醒シーンだったのね、フェザーマン。自分自身から逃げない。言うじゃねえか。ああ。ボコボコにしてやれ。みんないいエールだな。
いいエールだけど、あ、フェザー、あ、かすみちゃんの立ち一番かっこいいと俺思ってんだけど、フェザーマンだとまあダセーな。あ、別にスキルとか変わるわけじゃないんだな。いや、これはさすがにかすみちゃんのよいしょイベントでしょう。これ効くんじゃないか。あ、効いた。よしよしよし、いいぞ、ホールドアップが見れるぞ。かすみちゃんとあのフェザーマンなのがすごいダサいけど、まあまあいいでしょう。ゴーファイト。見たことあったっけかすみちゃんの。見たことないよな。あー、見たことあったわ、見たことあったわ俺。あー、なるほど。今ね、イベントの音楽だったからね、フェザーマン音楽流れないんだなと思ったんだけど、終わったら流れ出したわ。いや、かっこいい曲ではあるんだけど。心配かけてすみません、もう大丈夫です。なるほど、ちょっとさっきのでね、完全に吹っ切れちゃって何も問題なくついてこれてたら少しあれだったけど、一応ここで覚醒イーベが入って、もう迷いはねえよっていう。相変わらずの体さばき見事だぜバイオレット。ああ、モルナガ、モルナガモルガナが体さばきって言ってるけど、そうだよな、単純に身体的な体感は随一でしょう。ありがとうございます。まだまだ未熟だけど足を引っ張らないようにします。うん、いちいちかしこまらなくていいって。そうだそうだ、もう敬語とかいいぞ。あ、すみません、ジョーカー先輩も。ジョーカー先輩、スミレとして改めてよろしくお願いします。ああ、スミレから、あ、これはまさかあれか、絆レベルの条件が解放されるのか。スミレから改まった、改まったというか新たになった決意を感じる。おお、我は何時迷いをだけ現れ何時。お、この何時がどうのこうのってところって、いつもここさ、ユスティーヌというかラフェンザの、はいはいはい、声だったけど、ここだけスミレちゃんの声だった。おお、解放されたぜ。よし、再びフェイスのコンフィダントを解放しました。さらに成長できます。いいなぁ。よし、ガンガン行こうぜ。やろうぜ。このまま進みましょう。ああ、上がるなぁ。まあ、予想通りとはいえ。ああ、なるほど。今の奇襲のせいで、シャドウたちも妙な行動をしていたのか。You may have been run through the ringer. 先手は取られたが、こっちはやることやりたくて来てるんだ。あの、とりあえずあのドア確認しよう。あ、そうですね。忘れてました。かすみちゃんはでも別に特になんか変わったわけでも、あ、もう間違えた。もう何度もかすみちゃんって言っちゃうな。うん、別にフェイスのデザインがちょっと変わったってぐらいか。あ、てか、こんなスキル持ってたんだね、かすみちゃん。あ、もうダメだ。もう何度もかすみちゃんって言っちゃう。あ、いや、これ強いな。ブレイブステップ。味方全体3ターンクリティカルが出やすくなるって。これ粒子とかと相性いいんじゃない？あ、スミレちゃんあれだな、パッシブ強いな。常に、あの、これスキルとかじゃなくて、パッシブで常に敵一体の命中率を下げるっていうのがある。で、このアプトピュープルっていうのもあって、これもクリティカル率が上がるっていう。このブレイブステップとやらを解放したら強いぞ、これ。これはちょっと、明智もスミレも、早く。あー、あれか。ロキはもうこれ以上成長がないのか。ますます残念だな、貴様、五郎くん。ああ、もう五郎くんはもうこれ以上強くなりようがないんだな。なんか、今後、覚醒とかでもしない限り。なんか別にあってもいい気がするけどね。このまま悪の象徴であるロキを使い続けるっていうのもなんか、成長的にどうなのって話だし、あり得るんじゃないか？あ、開かない。認証システムで入ると。双葉が一応出てきてるわ。そうか、こういう別にどうでもいいムービーの時はフェザーマンだから。